はい、こんにちは、ポップです。FX チャンネル。8月24日水曜日。本日もチャート分析と今後のトレードポイントについて解説をしてきます。順番はいつも通りドル円相場から始めまして、ユーロ円、ポンド円、ゴードル円、そしてドルストレートのユーロドル、ポンドドル、ゴードルベードルの順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。 昨日から今日にかけての為替相場は、ドルの方がね、大きな変動がございました。昨日はアメリカの指標であります PMI。こちらと新規の住宅販売件数。この指標が悪かったということで、今まで強かったドルの方が一旦大きく下げる。こちらのドル円相場に関しては、137円50銭付近から、これはね、150ピップスほど下げるというところで、いきなりね、ドル買いからドル売りに転じたというところ。 それに順じましてですね、今まで下げておりましたドルストレート、1回はね、大きな反発がありましたが、今のところはね、例えばユーロドルであればパリティの1.00、そしてポンドドルに関しましては1.1850、5ドルベドルは0.6950付近でレジスタンスを食らいながら、まあ、半値戻しからこれはね、3分の1戻しということで、少しばかりね、ドルの方が反発しているという形でございます。 そしてね、チャートの方をご覧いただきましても、まあ、ドルは大きく下げてリバウンドがある程度ある。しかしながらね、他のクロス円の方は戻りが弱いというところでございますので、まあ、通貨ペア別の解説をね、これからしていきたいと思いますが、基本的にはドルもね、含めまして、クロス円の方はこちらは戻りが弱ければ上から叩く。ドルストレートの方はね、まあ個々判断に迷うところでございますが、まあ、個別の解説の前に、まずは全体の相場感ということで、株式相場、そしてアメリカの長期金利を見ていきましょう。 はい、こちら、世界の株価のサイトでございます。まずは昨日のニューヨークマーケット。ダウ平均は前日比、マイナス154ドル。終わり値で32,909ドルということで、0.47%若干のマイナスで1日の取引を終えました。そして本日の東京マーケットも同様に下げております。日経平均は前日比、マイナス139円。 終値で28,313円ということで、こちらも同じような0.49%の下落で1日の取引を終えました。先ほどね、米ドルの方が大きな動きがあったというところでございますが、長期金利も一時はね、3%割り込むようなところがありましたが、最終的にはね、現段階で3.04ということで、こちらの長期金利の方は一旦割り込んだものの、また元のね、昨日の水準に戻ってきたというところでございます。 それではね、これから個別の解説に入っていきたいと思いますので、まずはドル円相場、こちらの方から見ていきましょう。ドル円相場、冒頭でもお話をしましたが、今まで順調に上昇トレンドということで、移動平均線24の上側でサポートを受ける。 その上側でのね、平均足の陰線から陽線というところでね、まあ上昇トレンドを続けていたというところでございますが、昨日はね、137円50銭、ここのレジスタンスラインで止められまして、最終的には PMI の発表で、直近のね、安値を割り込んでしまうということ。戻りはね、他の通貨ペアに比べますと若干強いものの、今もね、移動平均線24に抑えられているということで、 え、ここの部分はね、戻りが弱ければ上から叩く。え、このような形でね、攻めていただければと考えております。ということでね、今後も移動平均線24、この黄色のラインでございますが、え、こちらは右下下がりというところ。え、そしてね、少し今、要線が出ておりますが、移動平均線の下側、そしてね、136円50銭でサポートが入ってる形でございますが、え、これね、再度、この要線が陰線に切り替わって、136.50。これを割り込んでしまいますと、 大きくね、下げる展開になろうかと思いますので、しっかりと移動平均線24。この下側での要線、因線ですね。これが出てきたところでは、ショートを取るという形。そして、ロングの方はですね、少しばかり137円を超えてからがよろしいかなと。今日もね、高値付近、137円付近まで行くところがありましたが、それを超えてからのロングという形で、超えた瞬間に入ることなく、その上側でのサポートを受けたらロングを取っていく。 よって移動平均線の下側でレジスタンスを食らったらショートを狙いつつ移動平均線と137円の間はですね無視していただいて137円を抜けた瞬間ではなくその上側での陰線要線この平均足が現れたところでロングポジションを取っていくこのような考え方でよろしいかと思いますので皆さんの相場感とともに参考にしてください、はい、以上でドル円相場の解説を終わりまして続きましてユーロ円の解説に入っていきましょう え、ユーロ円の方は、昨日はね、指標の関係で、ドルの方がね、下がった分、ユーロの方がね、一旦大きな上昇があったというところでございます。まあ、しかしながらね、その後は、この大きな上髭というところで跳ね返されまして、今日もね、昨日に、今日から昨日にかけましてですが、移動平均線24のところで、要線、陰線。今、反発が入っておりますが、ここもね、戻りが弱ければ上から叩く。このようなところをね、意識していただければと考えております。 今後もですね、移動平均線24、この黄色のラインでございますが、上方向から被せてくるという形。まあそうなればですね、多少の反発があったとしましても、移動平均線を超えることなくね、要線から陰線。このようなサインが出れば、しっかりとショートを狙うパターンかなと。ロングに関しましてはね、昨日大幅な上髭、50ピプス以上のね、上髭でございますので、ここは136円50銭ですね。まあここを抜けてからのサポートで十分間に合うかなというところでございます。 まあ逆を言えばですね、136円50銭。これこう抜けるまでの間はですね、少しわからないような動きになろうかと思います。まあ、基本的にはね、どこの場面でも分かりにくいというところでございますが、よりね、読みにくいという相場でございますので、しっかりと移動平均線を超えることなく、要線から陰線に切り替わるところ、3回ほどね、サポート入っておりますが、こういったところね、期待感裏切られてしまいますと、大きく下げやすい。そして、これ上方向からのね、 まあ、弱気の三角持ち合いという形でございますので、再度ね、えこちら移動平均線でえ押し込まれた場合、え上方向から押さえられた場合は、要線因線でショートを取るえ。このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしてください。はい、以上でユーロ円の解説を終わりまして、続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう。はい、えポンドに関しましては、ユーロほどは下げておりませんでして、 これは移動平均線24。角度を見ていただきますと、徐々にね、横ばいになってきておりますので、こちらはね、明確な下落トレンドとは言えなくなってきました。ただ、上方向ね、162円。ここで上髭が昨日出ておりますし、同じく下髭は161円。まあ、そうなりますとね、161円から162円のレンジ相場と見てもよろしいかと考えております。 まあ、このような形でね、100ピプスでございますので、まあ、比較的ね、幅広いレンジでございますが、ただね、明確なトレンドが出てきてから勝負するのが基地かなと考えております。162円のレジスタンス。そして、下方向は161円のサポート。まあ、この間のねレンジは無視していただきつつ、上方向162円を抜けてからのサポートが入った場合のみですね、ロングを取っていく。 そして、下方向に関しましては、161円を割り込んでからのレジスタンスですね。こういったところが見られてからレンジブレイクでトレンドについていく。このような考え方がよろしいかと思います。もちろんね、レンジ相場で162円付近での要線陰線、そして161円付近での陰線要線というところもよろしいかと思いますが、 まあ、えー、このようなところでね、稼ぐ場合には、まあ30ピプスぐらいね、えー、利益を重ねることぐらいしかできないかなと思いますので、えー、レンジ相場がいいのか、えー、トレンドが出てきた時から,、えー時からはいえー、勝負をしていくのか、えー、そのところをね、えー、皆さんで考えつつ、えー、お好きな方でね、レンジ相場で勝負するのか、えー、トレンドで、えー、勝負するのか、えー、これをね、えー、見極めていただいて、えー、ポジションをね、狙っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上で、ポンド園の解説を終わりまして、 続きまして5ドル円の解説に入っていきましょう5ドル円の方もポンド円と同じような形で今の移動平均線24はこちらはねポンドとは違って右肩上がりからの横ばいになってきております、まあ、このような形でね移動平均線を挟みながらの攻防が昨日,は、ね、昨日から今日にかけて続いているそうなりますと直近の高値安値、ね、この範囲内のレンジかなと考えておりまして 上方向は94.75のレジスタンスラインと、あと下方向に関しては94.25ですね。この辺り下髭で戻っておりますが、まあ、このような50ピプスの、ね、レンジ相場を想定するというところでございます。先ほどのポンドと同じようにですね、レンジブレイクをしてから攻めていくのか、それともレンジ内の50ピプスで攻めていくのか、これを、ね、決めておいた方がよろしいかと思います。 まず、レンジブレイクでございますが、94.75。これを上抜けた瞬間ではなく、上抜けてからの陰線要線のサインが出てから。逆にですね、ショートに関しましては、94.25。これ割り込んでからの下髭で跳ね返される懸念がなくなった、下側での要線陰線ですね。このようなところができてから、しっかりとショートを取っていく。そして、レンジで攻めたい方は、94.75付近での要線陰線。そして、下方向は、94.25あたりの陰線要線。 まあこの場合は20ピプスから25ピプス、これをね、理覚に置いていただく形になろうかと思いますので、まあ、レンジ相場でちょこちょこと稼いでいくのか、それともね、トレンドが出るまで待つのか、これは皆さんの好みによると思いますが、えー、皆さんのね、考え方をまとめてレンジで勝負するか、トレンドで勝負するか決めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でクロス円の4ペア4通貨の解説を終わりまして、続きましてドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。 まずはね、ユーロドルからでございます。ユーロドルの方はね、昨日はアメリカのズッコケによって、一旦はね、パリティにタッチする場面がありました。昨日のライブ中ではですね、パリティの回復は難しいというお話をしましたが、こちらもね、回復といえば回復でございますが、一旦タッチしてからまた弱いような状況、そして安値付近まで下がってくれば、再度割り込むリスクの方が、今後パリティを抜けるというところよりも若干高いかなと考えております。 よって、今後の攻め具合としましては、やはりね、この昨日パリティを蹴られてしまったというところから、ショート狙いがいいかなと。基本的にはですね、直近の安値付近で、この辺りでね、0.9900付近で、これね、サポートが入っておりますが、まあ、0.99ですね、これ割り込んだところでショートを取っていく。まあ、それと、あとはまたパリティに近づいた場合ですね、その部付近での要線陰線こういったところで、ショートを2段階で考え、この辺りですね、考えていただく。 このような形でよろしいかと思いまして、その間のですね、0.99からパリティの1.00。このあたりは少し難しいかなと思いますので、パリティ付近でのレジスタンスと、あと安値を割り込む0.99あたりの攻防ですね。これを割り込んでからのショート。このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしていただけば幸いです。はい、以上でユーロドルの解説を終わりまして、続きましてポンド,ドルの解説に入っていきましょう。 ポンドドルの方も昨日はね、上方向に行くんですが、その後蹴られてしまったというところがありますので、まあ微妙な展開ですね。直近の安値と高値を意識したトレードをしていただければと思います。まず、レジスタンスラインとなります、こちらですね。上髭も出ておりますが、1.1850。ここの部分がね、レジスタンスになろうかと思いますし、下の方はですね、1.1750ぐらいですね。 このところをね、一つ目処にしていただければと思いまして、合計100ピプスのレンジという形。まあその前にですね、1.18というサポートも入っておりますので、まあこの辺りをどう見るかというところでございますが、少なくともね、この1.18から1.1850、この間はね、少し不安定な動きがあると思いますので、このレンジブレイクを狙っていってはいかがでしょうか。上方向は1.1850。これを上抜けてからのサポートですね。 こういったところでレンジブレイクということで移動平均線も味方につけながら、これはね、上方向に上がっていく可能性がある。そして下方向に関しましては、直近の安値もあるんですが、1.18。これはね、過去にもサポートが入っておりましたので、ここのサポート、一旦割り込んでからのレジスタンスでも攻めることができるかなと。そして安値付近に落ちてきますと、これは先ほどお話しました、ユーロドルと同様にですね、 直近の安値割り込みますと走るところでございますので、ここは一つね、1.18を割り込んでからのレジスタンス。こういったところでもショートを一旦取ることは可能かなと考えておりますので、50ピプスのこの1.18から1.1850。こういったところはね、一旦トレードはね、避けるところのエリアと思っていただきまながら、上方向の1.1850を上抜けてからの陰線陽線のサポートでロング。そして1.18割り込んでからの陽線陰線のレジスタンスでショートを取っていく。 このような考え方でよろしいかと思いますので、皆さんの考え方もあろうかと思いますが、一つの意見として参考にしてください。以上でポンドドルの解説を終わりまして、続きましてゴードル・ベイドルの解説で締めていきましょう。ゴードル・ベイドルの方もポンドドルと同じような考え方でよろしいかと思います。 一旦上方向に上がったものの0.6950で抑えられた。これはね、過去のレジスタンスラインとも一致しているということで、ここはやはり上値が重いエリア。とはいえですね、0.69のところ、今までレジスタンスを食らっておりまして、過去のサポートでもありますが、ここの部分で今日はサポートを受けている。ということでね、この50ピプスのレンジブレイクを狙っていく。 まず上方向に関しましては、ちょっと上に重い形でございますが、0.6950。こちらをね、抜けてからのサポートがよろしいかと考えております。0.6950を上抜けた瞬間ではなく、その上側での陰線要線でロングを狙いつつ、下方向は0.69ジャスト。この切り板でございますが、ここ、今サポートが入っていますが、割り込んでからのレジスタンスでショートを取っていく。そして、この50ピプスは無理な勝負は仕掛けない。まあ、これね、逆張りで、 要線陰線と陰線要線で、ショートとロングということもね、あろうかと思いますが、まあ、所戦はね、50ピプスでございますので、ここの部分はレンジブレイクを狙った方がいいかなと。0.6950と0.69。こういったところをね、意識してトレードをしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。えー、では、ね、簡単ではございますが、以上で先進国通貨、7ペア、7通貨の解説を以上といたします。 えー、ということでね、えー、本日も引き続き、えー、21時からね、YouTube ライブで、えー、リアルタイムでチャートを見つつ皆さんのご質問やコメントに答えていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします、えー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。えー、それではお時間ある方、21時からの YouTube ライブでお会いしましょう。ポップがお送りしました。バイバイ。